セルガ。セルガはセルアニメ制作過程において用いられる画材。セルと呼ばれる透明シートに描かれる絵。透明シートの素材にセルロイドが使用されていたことに由来する。セルアニメからデジタルアニメ以降後もセルに相当するオブジェクト名として使用されている。セルガのように輪郭や境界線をはっきり線で描き、色や影のグラデーションを単純化させ、 段階的に表現する絵がアニメとも呼ばれている。背景を描いた紙の上に数枚のシートを重ね、動きのある部分のみを差し替えて16ミリや35ミリフィルムで撮影するなどの方法で利用される。アニメーションの技法としてセルを使った重ね合わせが用いられたのは1914年1月アメリカジョン・ランドルフ・ブレイが世界初とされる。 背景画をセルに描き、動くキャラクターを紙に描く技法を考案した。同年12月、同じくアメリカのアールハードが、動くキャラクターをセルに描き、背景画などを紙に描く技法を考案し、その後この技法は普及した。1927年に、大藤信夫が影絵アニメ、クジラの一部で使ったものが、日本初のセルアニメとされている。 1930年代の日本ではアニメ制作スタジオの規模が極めて小さくアメリカのディズニーのような大規模な制作スタジオがなかったため切り絵アニメが一般的であり高価なセルの導入は遅れた切り絵より表現が優れていると分かっていても非常に高価で使用できるものではなかった使用される場合もアニメ全編ではなく部分的な使用に止まっていた 紙に描かれた動画をセルに転写する作業。を、当初は手作業のハンドトレースが行われたが、トレスマシンによるトレスに移行した。トレスマシンによるトレスは人件費削減の効果があったが、他に原画のタッチが失われないという利点もあった。彩色にはアニメカラーと呼ばれる専用塗料が使用される。非製品の色数は限られていたが特注のオーダーも可能であった。 制作の工程上、トレスされたセルの裏面に再色するため、輪郭や境界線が線として現れる。また多数のスタッフで行うため、色や陰影のグラデーションを統一、単純化させ、段階的に表現する手法で行われていた。この着色表現方法は、アニメ塗りとも言われている。使用済みのセルは洗浄して、再利用されていた。 作業は主に新人の撮影マンなどが行っていた。しかし洗浄による無数の傷がつき、また薬品のためにシワができるため、再利用は3回くらいが限度だったという。アメリカでも初期は高価だったため、セルは洗浄して再利用していた。アニメ制作者のチャック・ジョーンズはアブ・アイ・ワークスのスタジオで行っていたと証言。また、日本ではテレビ時代に入っても、 鉄人28号の制作でセル洗いを行っていたと TCJ 動画センター、現、英検の詐欺ス製アスは証言している。その後、セルの価格が下がり、またテレビ受像機の性能が向上して、小さな傷でもごまかしが効かなくなったことから、手間のかかるセル洗いは行われなくなった。制作会社で保管、焼却、廃棄処分されるほか、 映画風キリビの初回放映に来場したファンへのプレゼントやファン対象イ,イベントの記念品などに供されていたが1970年代末から1980年代のアニメブーム以降キャラクターが描かれたセルが絵コンテ、原画、動画、台本などと共にの価値がアニメファンに認識されアニメショップ、アニメポリスペロ、投映動画設立などの販売店や 即売会などで販売されるようになった。デジタル移行後、実際のアニメで使用されない視聴者プレゼントや販売などの目的で、セルがリレーズセルが作成される場合があるが、プレミア的な高価格で販売されるものを除いて、多くのものは印刷によるものである。一方で、セルが人気がエスカレートし、制作会社に見学に訪れるものや、夜間、 休日に侵入した者によるセルガの盗難事件、盗品がマンダラ家などの古書店やインターネットオークションで販売さる事件も発生した。その他、経営破綻したプロダクションが手掛けていた作品では、会社等産時の混乱に乗じて何者かによりセルガが持ち出され散逸し、所在不明となったとされるものもある。日本においてアニメ産業が成立して以降、 1990年代までの商業アニメ作品には基本的にセルガが用いられていた。セルガを用いず専用機材を導入の上全編デジタル彩色での制作が開始されたのは1997年4月放送分以降のゲゲゲのキカロウアニメ第4作や1997年4月放送開始の超特急ヒカリカラである。しかしながら 同時期に開始されたポケットモンスターなどは放送開始後の約5年間はセルガによる制作となりアニメ制作会社ごとに機材導入の進捗状況次第で導入の有無がわかる時期でもありロストユニバースなど過渡期の一部作品では CG とセルガのパートをそれぞれ用意して編集して一本の作品に仕上げる手法も取られたデジタル再色の導入により 広数の制約も事実上なくなった。このうち、東映アニメーション作品については、1998年に、近代一少年の事件簿、第69話を最後に、セルガ制作を打ち切り、ほぼデジタル再式に移行。他社の長期放送継続中の作品に関しても、1999年に、チビマルコちゃん、2002年に、ドラえもんと2000年代前半までにほぼ、 デジタル再式による制作へ変更された。また、長編アニメーション映画では1997年公開のもののけ姫などが 3DCG 描画と融合する一部分のシーンにおいてデジタル再式による制作を取り入れている。商業アニメの制作の現場ではセルガは事実上過去のものとなっている。現行作品で最後までセルガによる作画を継続していたのは サザエさん、通常放送の本編部分である。制作会社の英検は雰囲気を出すために、あえてアナログな作り方にこだわる姿勢を見せていた。だが、セルガには、ハイビジョン画像との特性的な相性で良くない面があり、英検の幹部もテレビのデジタル化の進展による画像品質の向上などで、他作品との比較で映像品質について汚いなどの不満が、視聴者から寄せられるようになれば、 サザエさんのセルガ製作を念せざるを得ない、との見解を示していた。しかし、サザエさんも、すでに部分的には、デジタル化を行っており、オープニング及び、エンディング部分と、CM、FNS の非スペシャル、特番などの特別版の本編については、セルガからデジタル再式へ一部移行されていた。2013年10月6日の放送部により本編を、含めて、 完全デジタル再色へ移行、詳細はサザさん特徴を参照。なお、同社の2001年の作品、555つコラ、ん、と、実製作、マジックバスでは、全編デジタル再色が導入され、親子クラブについても2004年10月の、フジテレビ放送文から、同様の措置が取られている。日本国内のアニメ業界では、1990年代後半以降、 デジタル彩色の導入が業界規模で進行した。その一方でセルガ製作の技術を持つ人材の減少、高齢化が急速に進行し、並行して業務用セルの流通が減少したことで、業界各社はセルガによる製作の継続に不安を持ち、さらにデジタル彩色の普及が加速度的に進む結果になったが、その中でも2000年代初頭の一時期にかけては、 セルガの技術しか持たずデジタル再色の技術習得の機会にも恵まれない中堅。ベテラン世代のフリーランスのアニメーターが一気に淘汰される結果もなり、無事に業界に残ったものの中にも、デジタル再色の導入がテレビアニメほど急激に進まなかったアダルトアニメの制作に携わることで、デジタル再色の技術を習得するまでギリギリ食いつなぐどといった状況が見られた。 さらに時代が下り、現在では、アダルトアニメも含めて、アニメ作品のほぼ全てが、デジタル彩色となり、セル及び、専用塗料の需要も最盛期の数十分の1まで、落ち込み、売り上げ、生産量ともに大幅に減少しており、個人向けの画材として一部の大手画材店などでは、販売が継続されているものの、業務用としてまとまった量の入手が困難になってきた、ことから、アニメーター向けや、 教育機関、養成機関などでのセルガ技術の養成はもはや行われていない。いずれにしても、セルガは材料がやがて入手不可能になるものと考えられ、最後まで唯一残っていたサザエさんも日本国内のみでは、セルガ製作が人手不足で間に合わないため全体の20から30%中国への外注に依存している状況であった。遠からず、 セルガとその技術が日本において完全に過去のものとなるという見方はアニメ業界やアニメマスコミの関係者の中にも多い。そしてテレビアニメ業界において最後までセルガで制作されていたサザエさんのアニメの制作過程が完全にデジタル環境に移行し2013年10月6日放送部によりデジタル式アニメになることに伴え 2013年9月29日放送分をもって今までのセルガフィルム撮影での本放送が完全終了することになった。これをもってテレビアニメ鉄腕アトム以来50年間続いたセルガ式アニメは現行のテレビアニメから全て姿を消すこととなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。